はい、今日はですね、不思議なおもちゃを紹介しましょう。向こうにね、UFO がありますからね、不思議なことが起きますよ。手離したら落ちるでしょ。じゃあ行きますよ、せーの、うん、それ横だけじゃないね、前後にも動くね。不思議な動きを。なんだこれ、気持ち悪いな。ね、これ不思議な動きをするでしょ。うん、したした、うん、ほらまだ、ほらなんかに弾かれてる感じがするけどね、目に見えない力、うん、やばい、面白いね。ねえ、うん、もう手を離してかなり経つのにまだまだブルブルしながら動いてる、ね、中にいると酔いそうだね。どうなっていたかというと、うん、この下の箱に秘密があります。この黒いの、うん、実はですね、この箱の中ね、うん、こうなってたんですね。あー、なんだこれ。はい、あー、ね、はい、あれか、うん、磁石。あ、よくわかりましたね。あの壁とかに貼り付けてある磁石が下にいっぱいあって、うん、で、ここの UFO の下にも磁石が、あ、それ磁石だったんだ、貼り付けてあるんですよ。あ、そうか、うん、そう、磁石ね。 N 極と S 極とかだったら近づけるとくっついちゃう。 まあ、S 極と S 極とかね、同じ極同士だと反発する。おー、はい、うん、そうなんですね。こう反発する力をこれ使ってたんですね。あ、じゃあ何、同じ向きになってるの。そう、極が同じ同士になってるので、うん、このまま離すと、うん、こういう風に反発していろんな不思議な動きをするんですよ。で、この下のね、磁石のね、位置を変えたりするとね、うん、いろんな動き、面白い動きします。へぇ、そうなんだ、うん、でね、これすごいですよ、浮いてるように見えましたよね。うん、浮いてるように見える。実はね、これね、見えない糸でこれ釣ってあったんです。マジで分かんなかったでしょ。全然見えなかったよ。全然見えなかったでしょ。あ、それで落ちなかったんだ。そうそう、磁石で反発してたんじゃなくて、うん、紐で釣ってあったんです。なんだ、やられたよ。一番不思議でしょ。そこが不思議だったか、うん、ということでね、磁石を使ったおもちゃ、これすごく簡単にできますので、ね、あ、これいいね、うん、ぜひ皆さんもね、簡単に作ってやってみてください。工作でいいですよ。